ここからはストレートアヘッドとポーズトゥーポーズと呼ばれるアニメーション作画の手法について説明を行っていきます。まずは原画、キーピクチャーと動画、インディッドインの違いについて学んでいくことから始めていきましょう。ベーシックアニメーションでは多くの絵を連続的に表示して動いているように見せるというのがアニメーションの基本原理だということを学びました。例えば植物の芽吹きです。これらの絵一枚一枚は同じように描かれているように見えますが、実は原画と動画の2種類に分類することができます。それが今回学ぶ内容です。では早速次のようなテーマでアニメーションを描いてみたいと思います。描くのはボールです。このボールが指定されたルートを一定の速度で移動し、ぴったり2秒で左から右に消えていくというのがテーマです。このアニメーションでの重要なポイントは2つあります。ルートが指定されていること、そしてぴったり2秒という時間が決まっていることです。作画法は2コマ作画トゥーズにします。皆さんならどのように書きますか？解説を始める前にありがちな失敗例を先に見てみることにしましょう。少しボールのスピードが遅いようです。今度はスピードが速すぎて2秒の前にボールが消えてしまいました。アニメーションではある場所からある場所へ決められた時間ぴったりで移動しなければならないというアクションは非常に多く出てきます。このような失敗は実際にアニメーションを描く際にも頻繁に起こるものです。